皆さん盛り上がってますか？イエーイ。いいね。最初ね、ライブが始まった時はまだみんなちょっと元気ないんじゃないのと思ったけど、まだまだ盛り上がっていけるかい？イエーイ。じゃあですね、次3番手を歌わせていただきます。今日はゆうなちゃんの生誕祭ライブということでね、皆さん、たくさんの皆さん、こちらに一緒にゆうなちゃんのライブ盛り上げて誕生日お祝いしていきましょう。じゃあ1曲目聴いてください。メロディー、よかったら手拍子お願いしてもいいですか。地下鉄に飛び込む今日も遅刻ギリギリ、見慣れた景色もきっと気分次第です。窓の向こうを浮かない顔、悩みの絶えない日々も今日も必死で明日に向かって息をしている証。地上へ続いてく階段を登った懐かしいメロディー、思い出す君のこと、雨明かりの水たまりを飛び越えるような小さな勇気だけで何回だって生まれ変われるはず。だから One more melody、 途切れていたメロディ、口ずさんでメロディ、今ならきっとわかるよ。街を動けるエブリ、誤解ばかりだけど受け止めて One more melody、 時に立ち止まってもそうやって強くなってく。手拍子ありがとう。肩落として帰る夕暮れ、失敗ばかりだけど選んだのは、だから One more melody、 途切れていたメロディ、口ずさんでメロディ、今ならきっとわかるよ。街を動けるエブリ、誤解ばかりだけど受け止めてこのメロディ、時に立ち止まってもそうやって君も、そう私もいつか強くなれるさ。お誕生日おめでとうございます。いくつになったんだっけ、20歳か。私今年で26になるので6歳年下だね。いやー、20歳の時何してたかなって思うんだけどね。おいしい、おいしいよ、とってもおいしい、ヨーグルト味だけどね。でまだ20歳ということで、本当にまだビチビチ、これからだ未来は。次に歌いますのはですね、ちょっと若干ね、1曲目ですごい盛り上がったからさ、思いのほかね、みんなの力がねすごかったから。じゃあ次にですね、そんなまだまだ20歳ビチビチのゆうなちゃんに
あの悪い大人に騙されてはいけないよっていうね、そんなメッセージの歌をちょっとお送りしたいなと思います。じゃあ聴いてください、カーニバル。一つ二つと街に火が灯ると、仮面の群れが踊り出すよ、カーニバル。ありがたいことにゆうなちゃんから一曲リクエストをいただいた曲を一曲お届けしたいなと思います。フリージアという曲を歌わせていただこうと思うんですけれども、はい、この曲はですね、出会いと別れを歌った曲です。すごく素敵な出会いに恵まれれば、辛かったこととかもね、それがあったから
それを乗り越えたから今こうして自分は自分のことを好きになれるんだとか、こういうふうに頑張っていけるんだっていうふうにいい出会いを重ねてほしくて歌った曲です。多分ゆうなちゃんにとってね、ここにいるゆうなちゃんを応援するみんなとか、それからプロデューサーの富樫さんとかね、私たちももちろんそうなんですけれども、きっといい出会いにね恵まれたんだと思います。これからも頑張ってほしいなという願いを込めて歌わせていただきたいなと思います。じゃあ聴いてください、フリージア。今この思いが伝わるまで歌ってみるよ。愛してくれた分だけ伝えたいことが今の風
次の曲で最後なんですけれども、次はですね、本当に私にも言ってくれるの、いやみんなできた子だね、いやいい会場だわ本当に、最後まで楽しんでってね、まだまだ続くから夜は暑いよ、サイリウムの準備大丈夫、あいいね、ぜひぜひ最後まで楽しんでってください。じゃあですね、最後は友人としてのゆなちゃんにね、新しい門出を応援する曲を一曲歌わせていただきたいなと思います。聴いてください、 Goodbye and good luck Oh my friend。ありがとうございました。